呪術アニメ劣化してるとか2期はいまいちとかいう人いてて正気かってなってます。最強の先生かっこいいしかなかったでしょ。さすがに今週は特に言うことなかったと思うんですが、やっぱり人気漫画だと納得しない人も中にはいるみたいで、ほんとびっくりしちゃいました。自分は来週も普通にめちゃ楽しみです。以上、呪術アニメのお話でした。